こんばんは、あきらです。今日はですね、来年合格するための7つのポイントというテーマでお話をしていきたいと思います。毎年入試1年前の保護者会で合格するために肝に銘じておきたい7つのポイントをお話しします。これから入試を迎える皆さんに役に立つ情報ですから、どうか最後までご覧ください。はい、1つ目、入試は受けなければ受からない。入試期間中も子供は成長する。これは私が学生時代に塾講師をしていた時によく先輩の講師に言われたことです。20年以上この業界にいて、まさに入試の真理と感じる言葉でもあります。宝くじも買わなければ当たらないという言葉もあります。まあ、こう言うとちょっと詭弁のように感じる方もいるかもしれません。塾の先生と相談して出願を決めた学校は、少なくともしっかり受験しましょうよという意味にとっていただければと思います。年末にしっかり相談したにもかかわらず、正月の謎の家族会議で併願プランが変更されてしまうことがあります。受かっても行かない学校の受験はやめようとか、〇〇中以上に受からなかったら公立に行けばいいという撤退の準備、体力を温存するために入試は中1日休憩を入れようなどです。私の教室では女子でも1月10日の栄東から1月14日の浦和明の島で5連投する子も結構います。戦うと決めたら女子の方が強いです。大柄の男子に限って体力温存して中1日2日にしたいというような相談を受けます。また成績に波がある子にもなるべくたくさん受けるように話をします。たくさんといっても連日午前午後行ってくださいというようなことは言いません。私の教室では幸い埼玉入試や千葉入試も参戦できるエリアですから、経験値を高めましょうという話です。実際開成を受験する生徒には12月中に海洋中等学校、1月8日には西大和、1月中旬には例年であれば灘中、1月22日には渋幕を受験してもらいます。応印を受験する子にも渋幕の受験を勧めます。不合格でもそこから気合がさらに入って2月1日に応印に合格した子は何人もいます。抽象的ですが、まず顔つきが変わります。経験値が上がったオーラがあります。親御さんが思っているよりも入試を経て子供はたくましく成長していきます。一日一日成長していくのです。そして受験を経験していく中でたくましい受験生になっていくのです。はい、ポイント2つ目、受験校の選択肢を狭めない。男女別学が、宗教が、選ぶのは学校側です。これから志望校を考える6年生の皆さんに参考になる話です。受験相談の際にいくつかこちらからも学校を提案することがあります。その際に私が重視しているのが、1つ目、通学距離、2つ目、持ち偏差値との乖離、この2点です。実際に親御さんが重視しているのもこの2点のことが多いです。親御さんから次のようなリクエストがあると途端に学校の数が少なくなるので困ってしまいます。ここ最近の志望校のトレンド、人気校は、男子は大学附属校、早慶やマーチですね、女子は共学進学校、渋々や渋幕、疲労などです。トレンドを追いかけるということは激戦に挑むことになります。もちろん第一志望校は譲れないのはわかります。しかし抑え校などは少し歩み寄っていただいて、男女別学や宗教なども多めに見てほしいのです。高めを狙い撃ちして2月4日か2月5日にさまよってほしくないのです。この時の気持ちは、合格証をくれる学校ならどこでもいいという気持ちに追い込まれているのです。ですので
まだ気持ちに余裕があるうちに少し視野を広げて併願校選びをすることをお勧めします。厳しい言い方をすると入試で選ぶのは学校側なのです。はい、ポイント3番目、〇〇注意科は行かせないは NG、 見ないで判断しない、時代は変わっています。受験相談をしていると時々出てくるフレーズです。また特徴としてお父様からこのようなフレーズが出てくることが多いです。お母様はお子さんと一緒にいる時間が多いからか、我が子の実力はこんなものかと把握されていることが多いですし、もう一度高校受験でリベンジという気持ちになれないのかもしれません。長くなりそうなので今回はこのフレーズが NG な理由だけお話ししておきます。昔の学校の感覚で判断している、親御さんの時代とは学校の様子はだいぶ変わっています。20年以上前の感覚のみで判断することが間違いなのは分かっていただけると思います。むしろ新興の学校の方が面倒見が良かったり大学の実績が伸びてきています。このような学校は20年前はなかった学校だったり、昔は入りやすい学校だったことが多いです。誰もが知っている伝統校の方がむしろ宣伝ベタで偏差値を落としていることもあります。御三家と国立以外はうちは受験させないというご家庭も実際にはいらっしゃいます。最終的には合格のために受験してくださいとお願いして受けてもらうことが多いです。〇〇中以下は行かせないは子供にとってプレッシャー。入試間際になってモチベーションが落ちている子供がいます。話を聞くと親御さんに〇〇中以下は行かせないと言われたとのことでした。子供の感覚でも〇〇中はちょっと厳しいかなと思っているところでこのダメ押しの一言でモチベーションが切れてしまったようです。切れたモチベーションを戻すことは相当難しいです。同様にクラスが下がったら塾をやめさせるも子供の成績を一撃で下げる呪文です。成績ってこんなに急に下がるものなのかと感じます。どんなことでもそうでしょうが、届かない目標ではモチベーションが上がらないものです。手の届きそうな目標であればもう一頑張りしようと思うものです。いずれにしてもお願いしたいのが学校を見ないで判断しないでほしいということです。特にボリュームゾーンの偏差50前後の学校や塾でおすすめしている学校は先生たちも一丸となって頑張っている学校が多いものです。はい、4番目、ネットの情報1分の1、一人の情報に振り回されない、良い噂は広まりにくい。保護者会で話すときはもう少しライトな感じなんですが、説教じみた感じになってちょっと嫌な感じになってしまっていたらすみません。受験相談を例にとると、我が家と同じマンションの子が通っていてなんかピンとこないんですよねみたいな感じです。確かに学校選びは縁みたいなものがあると思いますが、我々がおすすめと思っている学校が同じマンションの子が通っているから NG というのはなんとももったいない話です。私ももちろんネットの情報は参考にします。コロナ以前の話ですが、飲み会の予約をするときは食べログを見ますし、実際に行ったことがある人に聞いて予約することもありました。でもそれは所詮飲み会ですから、失敗しても大したリスクはないです。学校選びは6年間通いますから、少なくとも一人の情報で決めてしまうのはやめましょうということです。実際に見に行くことの大切さは前にもお話ししましたが、口コミを聞くときも何人かの情報であれば信憑性があるかもしれません。 Amazon のレビューや食べログのレビューも一人だけのものだと心もとないですよね。サンプル数1を判断基準にしてはいけないのです。はい、ポイント5番目、最後まで打席に立つ、出願した学校は必ず受ける、親が最初に諦めない。入試が始まると分かりますが、この緊張感から早く解放されたいという気持ちになるものなのです。そして最初に合格をくれた学校が神様のようにありがたく感じることもあると言います。どこも合格をくれなかったのにやっと手にした合格、
まだ受験が残っているけど、これも縁だからこの学校にしよう。例年目にする風景です。長い中学受験生活ももう終盤です。あと1日2日。長くなったところでどうってことないでしょう。どちらかというと、親御さんが先にギブアップすることが多いように思います。もう不合格を経験したくない。涙を見せる子供を見たくない。ご家庭が出した結論であれば仕方ありませんが、子供は最後までチャレンジしたいというものです。子供は一日一日成長します。2月1日よりも2日、2日よりも3日の方がたくましい受験生になっています。2月5日ともなれば歴戦の勇者です。中学受験は繰り上げ合格が多い入試です。最後まで頑張った人には嬉しい結果が待っています。はい、ポイント6番目、今の成績で決めない、諦めない、子供は変わります。入試1年前の保護者会で話す内容です。残り1年あるので今の成績で諦めないでくださいという話をします。子供は変わりますという話です。これから変わる子ももちろんいます。日能研でも最後の公開模試が例年クリスマス前に行われ、2週間後に埼玉入試がスタートします。6年生にとっては年間偏差値や直近2回分の偏差値など合格を占うデータは揃う時期です。私の教室では第一志望校が鉄板の子ももちろんいますが、挑戦する子が多いように思います。その挑戦の幅は人それぞれです。第一志望校との偏差値の乖離が1桁の生徒から2桁の生徒までいます。正直な話をします。毎年まさかの合格と不合格があります。まさかの不合格の子であっても、中学入試は何回かチャンスがある学校や繰り上がりがよくありますから、ことなきを得ることが多いのですが、まさかの合格は強烈な印象を私たちに与えます。毎年私の教室では自分の持ち偏差よりも高い学校に受かる子が8割から9割います。種明かしをすると R4 偏差は少し高めの設定をしているように感じます。必ず受かると言える偏差値ですから当たり前かもしれません。 R4 に届いていなくても複数回受験や繰り上げまで入れると合格している生徒が8割近くいるということです。気休めを言うつもりはありません。受けると決めたからには試験のやめの合図があるまで最後の1秒まで鉛筆を握り、合格への希望を持って最後の勉強に励んでください。まずは親御さんがお子さんの合格を信じてあげてください。合格の最後の差は親の執念です。はい、ポイント7番目。うちの子にだけ相性のいい入試問題はない。入試問題で学校を決めるのは最後。記述が。まずはポジティブなお話。私の教室では早い子はお盆明けから過去問演習を始めます。そして結果の点数で相談を受けることが多いです。全然できません。改正や音韻の算数は当然難しいですから空欄が目立ちます。麻布の文系の問題も書けないことが多いです。しかし先輩たちもそうでした。8月末に合格点が取れる子なんて一握りです。年末頃に徐々に書けるようになってきて、冬季講習を経て1月中旬くらいにやっと戦えるようになる。これが難関校の過去問です。ですから秋口の時点で過去問が取れないからと諦めたり志望校変更を急に考える必要はありません。もう少し訓練していきましょう。次にネガティブなお話。先ほどのように過去問は順調にいかないことが普通です。秋口であれば進んでない人もそれほど焦る必要はありません。逆に順調に進んでいる人の方が私は心配です。不快に思われる方もいるかもしれません。しかし毎年痛い思いをしているので話をしておきます。過去問の微調整の話です。過去問を提出させると
予想以上に取れていることがあります。合格者平均点を超えていますからもう合格です。しかし普段の授業の様子だとここまで取れている感じはしない。回答用紙をよく見ると疑いたくはないのですが、数問書き換えているところがある。途中式を書かせる問題でも、途中式まで見ると回答にたどり着く式はないが答えが出ている、時々あることです。過去問演習は原則自宅でやっていますから、これ以上の追求はできません。もしかしたらあまり悪いと先生ががっかりするから少し色をつけておこうという心理が働くのかもしれません。ご家庭ではあまりにも順調な時は問題をコピーした状態で回答が手元にない状態でやらせたり、予定の年度と違う問題や予定の学校と違う学校をやらせてみるのも必要かもしれません。毎回ちょうど良い点数の方は気をつけてみてください。公開模試はできないけど過去問はできる。 A 中学との過去問の相性はいいので R3 にも届いていないけど受かる気がする。これは妄想です。親御さんから同じようなことを言われたら、それはありませんと自分は言います。公開模試は絶対条件、十分条件が過去問の出来かと思います。まずは公開模試で満足のいく結果が出せるように全力を尽くしましょう。結果が出れば自信につながります。はい、では最後にですね、来年合格するための7つのポイントをまとめておきましょう。1つ目、入試は受けなければ受からない。入試期間中も子どもは成長する。2つ目、受験校の選択肢を狭めない。男女別学が、宗教が、選ぶのは学校側です。3つ目、〇〇注意科は行かせないは NG、 見ないで判断しない。時代は変わっています。4つ目、ネットの情報1分の1、1人の情報に振り回されない。良い噂は広まりにくい。5つ目、最後まで打席に立つ。出願した学校は必ず受ける。親が最初に諦めない。6つ目、今の成績で決めない、諦めない。子供は変わります。7つ目、うちの子にだけ相性のいい入試問題はない。入試問題で学校を決めるのは最後。記述が。最後までご覧いただきありがとうございます。今後も中学受験に役に立つ情報を配信します。気に入った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。